いいとこですね。こちらへどうぞ。いい天気になって本当に良かったです。ようちゃん、ご飯だよ。すっごい油の匂い。空気切り替えた方がいいよ。それ、猫か、だるま。ごめん、ハズレだった。芸術って素人には分かりにくくて。ごめん、すぐ行くから先に食べてて。うん。俺ちょっと大家さんに挨拶行ってくるわ。はい、はい。誰ですか？ああ、失礼。撮影の関係者ですか？そうそう。朝から騒々しくてすまないね。管理人さんの紹介でここ使わせてもらってるんだけど、大家の皆川陽一さんはどちらに？にしても立派な家だな。いいな、こういう日本家屋。君、ここの下宿人だよね。一ついいですか？どこをどう撮影するとか聞いてませんが、あまり勝手に歩き回らないでください。家の者の迷惑になるんで。まあ悪かったね。いつまでそこにいるつもりですか？それ花か。やっぱりそうか。へえ。ああ、ごめんごめん。なんでだろう、君が描く絵を見ていたくて。翔太、それお願い。はーい。サンキュー。陽一、さっき桜井がそっち行ったろ。吉富さん、桜井って言っても陽ちゃんわからないよ。今日撮影に来てた広告代理店の人だよ。挨拶しにお前んとこ行っただろ。いただきます。いただきます。撮影のことをちゃんと伝えてなくて悪かったな。この家がいい形で映像として残れば悪くないかなと思って。いいですよ、この家管理してるの吉富さんなんだし。ただあの桜井って人はなんか苦手ですけど。珍しい。普段の陽ちゃんなら嫌だと思ったやつのことなんか話題にもしないのに。やり直し。くそ、やり直しかよ。ああ進まない。飲みすぎですか？飲んでねえよ。朝までプレゼン用の資料作ってたの。また仕事を家に持ち帰ったんですか？俺の転勤の話聞いてるだろ。お前たちに仕事残したら迷惑だろうと思ってな。そりゃそうですけど。一段落したら長めの有給取ったらどうです？
はい。働きすぎなんですよ。倒れちゃいますよ。確かに最近の調子やばいんだよな。早退した方がいいんじゃないですか。顔色悪いですよ。昨日も終日ロケだったんだし。それができらな。中間管理職の辛いとこだよな。安心しろ井上、いずれお前に回すよこのポジション。遠慮しときます。ああやばいな、吐き気も出してきた。お前汗臭いぞ。そんなことないよ。お前汗臭いから家で飯食おう。マジで竹さん、俺外で食いたいんだけど。ダメ。ごめんなさい。大丈夫ですか？桜井さん。どうもどうも。大丈夫ですか？いや、ちょっとねえ。時々世界から取り残されていくような、そんな気分になる。あの人、なんで花だって分かってくれたんだろう。大丈夫ですか？しっかりして。陽一、すごい熱なんだ。駅で倒れてんの見かけて。意外、陽ちゃんが看病するなんて。しばらく任せていいか？後で交代するよ。ごめん、俺も朝からバイトだから。陽ちゃん任せた。それ花か？どうしてこの人の言葉が消えないんだろう。手冷たいな。いいから、そのまま寝ててください。君は陽一です。皆川陽一。ああすまない。じゃあ悪いけど今日は休ませてもらうんでよろしく。
はい。はあ、まともに空見るのも久しぶりだな。昨日はありがとう。助かったよ。いえ、いきなり担ぎ込まれて驚いたろ。空いてる部屋たくさんありますから。やっぱりちょっと勘に触るな、君の物言いは。元気になったみたいじゃないですか。よかったですね。ああそうだな、それは感謝だ。いつも花の絵描いてるんだな。好きなんだな、絵が。桜井さん、踏んでますよ、花壇。え？あっ！あっぶねえ。目とか踏んでないよな。何ですか？いや、世話になってすまないな。また改めて挨拶来るよ。あの、なんだ？いえ。初めて見た、陽ちゃんが笑った顔。綺麗ですよね、彼。え？この前のロケ先の皆川邸の大家っていうか、お坊ちゃまっていうか。え？桜井さんも挨拶してたじゃないですか。和室でずっと絵描いてた。どうしてあんな学生が大家なんて肩書き持ってんでしょうね。ああ、いつ撮ったんだこれ。カメラマンがあの子綺麗な顔してるねって、うっかりシャッターを。うっかりって。あれ何の花かな。描きたいものが見えてこないときは、まずこうやって色を塗る。そうやって色を重ねていくと、そのうち浮かんでくるから。うん、それはお前のやり方だろ。基礎から教えてやれよ、陽介。なんだよ、みんなして。お前の新作の話聞いてな。お父さんはまるで王様のようだった。みんなに愛されて、お父さんの周りから人が耐えるのを見たことがなかった。あのな、陽介と綾子が事故で。ねえ聞いた？陽介さん前日に遺書書いてたんですって。嘘。陽一くんにも何か言い残したり、自殺なんじゃないかって警察さん。
当なの？彩子さんの病気も進行してたし、心中かもしれない。それ何？なんかいつもそういうの書いてんな。俺抽象が分かんなくてさ。で、何書いてんの？今度の課題？俺同じ油彩の。知ってる。藤本だろ。なんだ知ってんのか。一応同じクラスだし。何か用？用はないけど。いたら邪魔？書けない？俺みたいのとつるんのバカらしい？用がないならいない方がいい。絵描くの好きなんだな。好きなんだな絵が。君が描く絵を見ていたくて。いつも花の絵描いてるんだな。皆が、俺の存在忘れてる？忘れてた。やっぱお前面白いな。あ、お兄さん、ここに住んでる人？いや、ここ下宿屋ですよね。ここに皆川陽一って住んでますよね。いや、あいつは。あいつ？桜井さん。お前いつでっかいな。桜井さん、どうしてここに？そのこれ、この前のお礼に。撮影料なら吉富さん家。そうじゃなくて。じゃあ何なんですか？看病してくれたろ、そのお礼。みんなで食べて。じゃあな。帰らないでください。え、寄ってけばいいじゃないですか、せっかく来たんだから。いや、でもお礼も渡したし。連れて帰ったのは翔太と武さんですよ。お礼なら二人に渡すべきでしょう。皆川、俺もこの辺住みたいと思ってんだよね。この下宿屋、部屋空いてる？学校もあるよ。やっぱ大人違えな。ほい。うわぁ、なにこれ。なんでケーキ。いただきます。甘いの嫌いだけど、せっかくなんで食べます。うん、なんか甘いの嫌いにはさ、こっちの方が甘くないぜ。で、交換。
交換っつっても食いかけだろ。もう一口しか食ってないんだから気にすんなよ。桜井さんもどうぞ。うまっ。つーかあんた誰？おじさんは誰ですか？親戚か何か？あ、俺は皆川と同じ大学で同じ科の藤本幸喜です。で、今皆川にここに下宿していいかって聞いてるところ。な、昔はうちの美大の生徒ここにいっぱい下宿してたんだよな。なあ、いいよな。部屋余ってるよな。こんなに広いんだもんな。藤本さんは陽ちゃんの友達？まあこれから友達になる感じかな。俺こいつ喋んねえからさ。だから俺の方からこうやって。悪いな、俺帰るわ。帰るの？じゃあな。また来てね。お疲れ様です。あ、これ食べちゃいますね。送ってくる。これもうまい。あの、この前桜井さんの話になりました。陽一があんな風に誰かと会話するなんて珍しいって。俺もそう思います。でも友達もいるみたいじゃないか。さっきのやつのことなら、陽一は誰にでもあんな感じですよ。聞き流してるだけ。結局誰にも興味を持ってないってことです。昔からずっと俺はあいつが笑った顔を見たことがないんです。なのにでも桜井さんのことは特別っぽいというか。もうここでいいよ。じゃあな、ありがとう。陽一は桜井さんのこと好きなんだと思います。桜井さんだけには自分から歩み寄ってる気がするんです。何が言いたいんだ？陽一？どうしたんだよ陽一。俺が送るから。え？俺が桜井さん送るから。そうか、よろしくお願いします。なあ、皆川は？言っとくけど、陽ちゃんはあんたに興味ないと思うよ。陽ちゃんはなんていうか、人に心を開かないタイプなの。俺そういうの聞くと余計に燃えちゃうんだよね。めんどくさいね。そう言われるでしょ。言われる。俺さ、好きだなって思ったらグイグイ行くタイプなの。全部知りたくなるし、俺の知らない時間は何してんのか、どんなとこで暮らしてんのか、全部気になるの。頭に葉っぱついてるぞ。どこ？ここと、ここと、あとここと。取れた。言っていいですか？え？桜井さんの家。え？ダメですか？家行ったら。どうぞ。
狭いですね。そりゃ君ん家に比べれば大抵のところは狭いよな。そうなんですか。俺他人の家に上がったの初めてなんで。え、はい、初めて。うるさいな。ひどいですね。まあ俺からしちゃうんだよ、いつも。花も植物も好きなんだけどさ、世話するのは最初だけで、すぐに熱が冷めちゃうっていうか。いい加減なんですね。まあ座ってろよ、なんか飲み物入れるから。何話せばいいんだろう。いい匂い。もうなんだよ、座ってればいいのに。桜井さんはコーヒーを豆から引くんですね。うん、うん。君んとこは？竹さんは飲んでますけど。え、君は飲めないってこと？別に、飲まないってだけで飲めますよ。何ですか？いや、いちいち突っかかる物言いするなと思って。でも慣れたのかな。嫌じゃないぞ。これ俺もやっていいですか？うん。あ、いや、あ、時計回る。違う、うん、意外と美味しいですね。意外は余計。桜井さんは普段は仕事が終わってからは何をしてるんですか？テレビ見ながらビール飲んだり。あ、でも帰宅が遅いからあんまそれもないな。家では寝るか仕事するぐらいだな。そうですか。楽しいか、こんな話。楽しいですよ、桜井さんのこといろいろ知れて。あ、そうだ、彼は下宿するのか。藤本君だっけ？そう、同じかの顔見知り程度なんでよくわからないです。わからないって、あれは明らかに君に好意を。桜井さんは竹さんと仲いいんですか？なんで竹さん？さっきも送るって言って出てったんで。どうしてかな、気づいたら追いかけてました。もう少し桜井さんと一緒にいたかったから。飯食ってっか、陽一。初めてですね、名前で呼んでくれたの。いや、みんなは陽一って呼ぶからさ。いやか、嬉しいです。こんな感じとか。ああ、いいですね。ありがとう。はい、他に何か特技ある？化粧品と関係ないんですけど、プロレス技が得意で。どなたかにかけさせてもらってもいいですか？いかがですか？いや、どうですか？ぜひ部長、ぜひお願いします。私ですか？いや、私は。ぜひぜひ。そうですか。じゃあちょっと失礼して。
じゃあ私はどうすればいいか。はい、じゃあ前を向いてください。こっちね、はい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 、失礼します。なんだ、うおこ、こっち、こぶらつっ、やるね、やるね、かっこいい。前の上、あいつら何歳？19ですね。右が17歳。陽一と同じくらいか。はい。ないや。お前いくつだっけ？28ですけど。お前さ、19の子と付き合える？え？まあ、例えばだよ、例えば。ああいう年頃のと。いやー、きっと話し合わないし続かないですよ。だよな。このままじゃ俺感情コントロールできなくなりそう。はい。なんでもない。どうしてあの人のことばかり考えちゃうのかな。桜井さん、翔太です。で、急にどうしたんだ。陽ちゃんって桜井さんにはかなり興味持ってるよね。それってすごいことだよ。皆川陽介って知ってる？有名な画家だったって。知ってる。みなか、そう、りょうちゃんのお父さん。俺らが子供の頃に両親とも事故で亡くなっちゃったんだけどね。陽介おじさんってすごくいい人でさ、友達もたくさんいて、だからかな、りょうちゃんには見えないプレッシャーもあったと思うんだよね。吉富さんもそうだけど、みんなりょうちゃんのこと甘やかすために親に言われてあそこに住んでるの。桜井さん、もっとうちに来てよ。は？桜井さんといると楽しいし、陽ちゃんもきっとそう思ってるよ。どうかな。帰るか。
おう、桜井さんじゃねえの。久しぶりだな。ええ、まあ。あ、その翔太君の忘れ物を届けに。ちょうどよかった。俺もあんたに話があったんだ。陽一、あんたん家行ったんだってな。はあ。あいつと何話したんだよ。え、何って何も。なんだよ、何動揺してんだよ。してないですよ。陽一つうか皆川家の話って誰かから聞いたか。いえ。土地持ちの昔からの金持ちっているだろう。あれだよあれ。俺もその親戚筋で、それで不動産やこの辺りの土地の管理をやってる。住み込みの管理人さんかと思ってました。違うって。まあ俺のことはいいんだよ。あいつ陽一な、両親が死んだ後いろいろあって突然この家と遺産が残されて、とにかく金持ちってのはそれだけで親戚縁者が多くてな、いろいろ面倒なことが起こりそうだろ。んなこと容量の悪い陽一に耐えられるわけがねえ。でこの家を父親がやってたように下宿屋にしたいって俺に言ってきてよ。正直嬉しかったよ。俺はあいつの父親とは同じ大学で仲も良かったからな。嬉しかったんだが、でもな、俺は陽一がハメを外すのを見たことがねえんだ。まだ19のガキなのによ。友達もいなけりゃ女の影すら感じたこともねえ。周りに言われるままに父親を真似て絵を描いて、本当は他にやりてえことがあったんじゃねえのかなって思うわけよ。陽一は好きで絵を描いてると思いますよ。いつも楽しそうに描いてる。絵を描くのが好きなんですよ。陽一は素直ないい子ですよ。なあ桜井さん、陽一の部屋覗いてやってくんねえかな。これは俺が渡しとくからよ。お父さんの絵、見ている者の心を揺さぶるような絵、ちゃんと評価されて世間と血がつながっていても、どんなにお父さんに似ていても俺にはこんな絵は描けない。どうして？その特に用ってわけじゃないんだが。嬉しいです。あなたと話したかったから。その花の絵まだ描いてたんだ。課題か？いえ、好きで描いてるだけです。やっぱりな。え、仕上がったら見せてくれよ。いつも楽しそうに描いてるもんな。はい。あの、うん、
いえ。昔お母さんと一緒に花を植えたことがあります。どんなお母さんだったんだ？あまり覚えていません。花を植えたのも一度きり。俺に興味がなかったんだと思います。そんなことはないだろう。まあ俺も母親を早くに亡くしてるから母親ってものはよくわからないんだけどな。俺も同じだ。小さい頃から気になってることがあります。今でもそれがずっと心に引っかかってて。両親は事故死したって聞いてるんですけど、もしかしたら俺を置いて自殺したのかもって。お母さんと植えたあの種、何だったんだろう。お父さんのタンスの中に入ってて。花は咲かなかったのか？はい。でも種は残ってます。古いからもう咲かないと思うけど。今から植えてみようか。咲くかもしれないだろう。土も硬いし芽も出ませんよ。そんなことないって。時期的にもちょうどいいはず。よし。芽が出ても世話しないくせに。今度はするよ。不思議と桜井さんのことは。些細な言葉も表情も思い出せるんです。そんな人今までいなかった。どうした？なんだ陽一。桜井さん。陽一。皆川。
冷たっ、出てよ。うわっ、楽しそうで何よりです。これがそう見えるか。でも陽一は楽しそうですよ。これ使ってください。あ、助かる。桜井さんって子供っぽいですよね。すぐムキになるし。あのな、今日の空、綺麗ですね。いや、何ですか、突然。いや、なんか素直で可愛かったからつい。こういうの、こういうのってしたい時にしてもいいんですか。いや、ほら周りに誰もいなかったし。いなかったらしてもいい。え、なんていうか、もういいよ、戻ろう。閉じて。小田ちゃん、はい、これクライアントのオーケー出てんの？大丈夫です。やっぱロケーション最高だよな。桜井、ちょっといいか。大阪支社の社長が来てる。来年からお世話になるんだ。よくこますっとけ。最近あんま大学来ないから迎えに来た。課題そろそろ出さないとヤバいだろ。おいおいって、はい、行くぞ。ゴーゴーゴなあ、皆川。何？桜井さんさ、最近家に来てる？いや。え？あの庭でびしょ濡れになった日以来？来てない。結局本気じゃなかったってことかな。だってさ、あの人本当は男に興味ないでしょ。やっぱり瞳が大きくなるんだよな。
桜井さんの話になると。え？俺も皆川にそういう目で見られたいな。俺さ、お前のことずっと気になったんだよね。誰のこともアウトオブ眼中って感じでさあとお前が女に興味ないの分かってたし。でも桜井さんにだけは違うんだよな。皆川さ、桜井さん見るとき目の色変わってるの自分で気づいてる？俺が桜井さんだったら、お前がそんな目で見てきたらすぐにギューってしたくなると思うんだけどな。桜井さんってどうなの？こういう状態のお前ほっといて忙しいから会いに来ないとかありえなくね？でも俺とだったらなんとなくうまくやれそうな気がしない？うまくって例えば？例えばそうだな、とりあえず今日みたいに迎えに行って毎日学校に一緒に行くだろ。でそれから帰りに待ち合わせなんかしちゃったりして、とにかくずっと一緒にいられるだろ。ほら桜井さんと違って俺ら同い年だし変なズレも感じにくいと思うんだよね。そういうのって結構でかくない？それからさ、その次はさ、なあ皆川、真面目に考えてくんないかな。俺お前のことが好きなんだ。お前って男でも OK なんだよな。全然驚いてないもんな。俺もお前とならいいかなってずっと。いってなんだよもう。ごめん出てって。ごめん皆川、俺別に怒ってない。わかった。美味しくない。どうしたんだ、珍しくコーヒーなんか飲んで。具合でも悪いのか。おかしいと思ってたんだよ。入れ直す？いや、ケーキが食べたい。よし、じゃあ一応作ってやるか。その代わり元気出すんだぞ、陽一。違うって、ケーキといえば桜井さんのことだよね、陽ちゃん。吉富さん、うん、教えてほしいことがあるんだけど。
わかりました。確認しておきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。桜井さん、忘れたいことでもあるんじゃないですか？図星でしょう。ま、仕事に没頭してれば余計なこと考えずに済みますしね。というわけで、チェックお願いします。お仕事中すいません。いや、最近家に来ないので、その実は転勤が決まってさ。というより決まってたんだ、だいぶ前から。なんか忘れちゃうんだよな、あの家にいると。仕事のこともストレスもみんな忘れて楽しくなってて。そのこと陽一は？陽一にも言いに行かないとと思ってたんで、ちょうどよかったよ。あの、昨日陽一が吉富さんに桜井さんの連絡先を聞いていて、確認取らずすいません。吉富さんと相談して陽一にも教えました。それで桜井さんにも陽一の番号を教えておきますんで、登録お願いします。受け取ってもらえませんか？初めてなんですよ、陽一が自分から何かしたいとか欲しいとか言い出すのは。陽一です。会いたいです。吉富さんには連絡入れた？メールは送りました。ご飯はいらないって。それだけ？それだけです。吉富さんの返信も分かっただけ。いい人だよな吉富さん。昔からずっと優しいんです。俺はそれに甘えてばかりで。外を見ろってみんなは俺に言ったけど、絵を描くことにしか興味が持てなくて。桜井さんに会うまでは。桜井さんに会うまでは自分のことすら分かってなかった。どうしてうちに来てくれないんですか？花植えるだけ植えてほったらかしじゃないですか。前にも言ってましたよね、花育てるの苦手ですぐ枯らしちゃうって、すぐ冷めるって。自分のことよく分かってるんですね。大人だからな、一応。ずるいですよ、こういう時だけ大人って言って。大人だろう。
お前とは一回りも離れてる。それが何か問題でも？お前にはさ、これから先の道があって、それは俺にはもう戻れない道なんだよ。お前だって桜井さんのところには行けないって言うんですか？追いつけないって。例えば藤本ならさ、お前と同じ目線で物を見ることができるだろう。でも俺とはさ。桜井さん、桜井さん、俺、陽一、悪い。なんで謝るんですか？お前は男でまだ何も知らない19歳で、俺とこんな関係になることの重さは分かってない。それでもいい。俺の絵を花だと分かってくれた時から桜井さんのことが頭から離れません。陽一、俺がずっとお前避けてきた理由も、今やってることの意味も、本当に分かってるんだよな。分かってます。ちゃんと分かってますから。桜井さん、もろもろの引き継ぎは終えたそうだな。はい、あとはクライアントへの挨拶回りくらいですかね。そうか。あ、部長、大体でいいので期間だけ分かるとありがたいのですが。状況にもよるが、3年ってとこだろうな。3年ですか。うん。ミーナー側、藤本、聞いたか？何を？桜井さん大阪に転勤らしいぜ。え？俺モデルのバイトしててさ、そこで桜井さんの知り合いがいて聞いたんだ。なあ皆川、俺がここに住んでいいかどうかの返事まだ聞いてないんだけど。いいんじゃない、吉富さんが OK なら。吉富さん、どうやって伝えるかな。
俺ここに住むことになったんです。よろしく。それよかったな。てか桜井さん、大阪に転勤って本当なの？俺事情通なんで。自分から言うつもりだったんだかな。陽一、桜井さんの言ってることは本当だよ。俺も聞いてたんだけど、桜井さん自分から話すって。ごちそうさま。うん、俺もごちそうさま。陽一、なんで今さら追いかけるわけ？お前こそどうして陽一のこと追いかけるんだよ。俺は皆川のこと本気だから。あんたは皆川のことどう思ってんの？あいつの気持ち気づいてんでしょ。普通より大変ってこと分かってんでしょ。でほったらかしていきなり転勤。分かってるよ。言われなくても分かってるんだよ。そんなことは。あんたと皆川の間に何かあったことぐらい俺にも分かるけどさ。でも俺まだ全然諦めきれないんだよね。こんな気持ち初めてで。こんな気持ちって何？ああ、藤本はずっと陽ちゃん狙いかと思って用心してたけど、まさか桜井さんにまで。待て待て、お前今絶対間違えちゃいけないとこ間違えたぞ。うるさい、この見境なし。はあ？桜井さんも桜井さんだよ。大人なんだからさ、藤本のこともっとうまく牽制して最終的にはこの下宿から追い出してやんないと。お前あのな、聞いてくれ。大人だから完璧な答えを用意してから言いたかったんだよ、陽一には。桜井さん。陽一、何考えてるんですか？やる気あるんですか？俺とちゃんと付き合う気あるのかって聞いてるんです。だからそれを今日二人でちゃんと話そうと思ってたんだよ。だってもう前から決まってたんですよね。そうだ、決まってた。決まってるもんは仕方ないだろう。けど大阪だぞ、たった3年だ。3年？3年っていつ言うつもりだったんですか？今日だよ。俺が文句言ったらどうするつもりだったんですか？分かってもらう。何を？俺だって仕事が大事な時期なんだよ。もちろんお前のことも大切だけど。だけどあのさ、陽一、例えばお前が女の子なら俺こんな迷ってないと思うんだよな。待っててって躊躇なく言ってたよ。プロポーズなんかしちゃってたかもな。連れてきたいって必死でお願いしてたかも。でもお前男だからさ、そういうわけにはいかないだろう。何ですかそれ。何ですかって。そんなの分かってたことでしょ。分かってたことじゃないですか。いい加減で中途半端で大人げないのは桜井さんじゃないですか。俺言ったはずです、分かってるって。ならついてきてくれんのかよ。嫌ですよ。は？嫌に決まってるでしょ。俺には俺の生活があるんだから。
いい加減な桜井さんになんかついていけないですよ。仕事もどうせ適当にやってるくせに偉そうに。分かった。まだ話の途中ですよ。どこに行くんですか。少し時間を置こう。ずるい。やっぱり桜井さんはずるいです。何日だろう。何も書けない。書きたいものはあるのに形にならない。ようちゃん、みんな心配してるよ。ずっと引きこもって。ようちゃんさ、いい加減自分のことだけ考えた方がいいんじゃないの。絵だって本当に好きで描いてんの。陽介おじさんが画家だったからじゃなくて。下宿だってそうだよね。おじさんがやってたことだし。陽ちゃん、今のままじゃまるで陽介おじさんの代わりに生きてるみたいだよ。絵を描くのは好きだ。でもいつもお父さんが俺の中にいて。だけど分かったことがある。昔から俺はお父さんの絵が大嫌いだった。桜井さんに会って花の絵だって気づいてくれて、絵を描いてる時の俺は楽しそうだって言ってくれて気づいた。桜井さんのおかげで俺は俺になることができたんだ。陽ちゃん、あのさ、皆川、桜井さん大阪行っちゃうんだし、俺とのことまた一から考えてよ。ごめん。どうしてもダメか。俺が本当に本気でも桜井さんなんかよりも俺の方がお前のこと本気だってそう言っても。桜井さんは関係ないんだ。
俺がダメなんだ。そっか。俺お前を好きになれてから変われたような気がするんだよね。ほら、つまんない考え方とかもしなくなったし、お前のこと好きになれてから毎日本当に楽しくてさ。わかるよ、そういうの。俺藤本のこと嫌いじゃない。多分好きだ。でもそれは桜井さんを好きな気持ちとは違う。俺は本当に桜井さんのことが好きなんだ。だよな。分かってた。俺バカだからさ、桜井さんを好きなお前を好きになっちゃったんだよね。ほんとすっげえバカ。仕上がったら見せてくれよ。桜井さんはいつも静かに俺を待っていてくれる。その悠長さに戸惑うことも苛立つことも多いけど、だけど桜井さんに触れられるたび戸惑って不安になって頭が真っ白になった。その先に自分でも知らなかった自分がいて驚く。陽一に会わなきゃダメだ。陽一、時間を置こうって言われましたけど、どうしていいか分からなくて。ごめん、ごめんな。俺どこかで逃げてたのかもしれない。お前に決めさせて選ばせて本当にごめん。やっぱり桜井さんはずるいです。俺が先に謝ろうと思ってたのに。なんで陽一が謝んだよ。俺から先に好きになったから。何があっても好きなのに憎らしいことばかり言っちゃって。陽一、俺お前のことが好きだ。可愛くてどうしようもない。
絵完成したのか？まだです。多分俺、お母さんと植えたあの花を描こうとしてるんです。描けるわけないですよね。咲かない花だから。あのさ、与一、お前のご両親のことなんだけど、吉富さんに聞いたんだ。二人とも本当に事故で亡くなったんだって。お前の両親はお前のこと大切に思ってたんだよ。これじゃダメか？何の種ですか？不要。俺の好きな花。お前の名前と同じだから。今度こそ咲かせたい、陽一と。大阪行っちゃうのに。しょっちゅう帰ってくるさ。花は毎日水やらないとダメなんですよ。毎日電話する。だから代わりに頼むよ。勝手ですよね、本当に。でもいいですよ。陽一、泣いてんのか？泣いてないです。桜井さん、咲きますよね、この花は。ああ、今度は咲く。咲かせよう、必ず。